デューク、死神デューク、あれ違う、死神はデュークだった、はい、デューじゃなくてデュークだった、ちょっとね、デュとデューの発音がむずい、よろしくお願いします。相手順位高く、いやてかこれあれじゃん、相手順位高かったんですけど、これえまだ使ってんのこのパーティー、これシーズン1のパーティーじゃないの、相手これレンタルパーですね、シーズン1のシングルランキング4位のレンタルパーだと思うんだけど、まあ、もしかすると肩変えてる可能性はある、メンツだけ同じで、よろしくお願いします。ちなみに参考文献、シーズン1シングル4位のパーティー、動画説明文に貼っとくんで気になる人は見てみてください。いやてかこれきついな、普通に弱王ドラパーにボコボコにされそう、弱王ドラパー多分基本選出が弱点保険ドラパルとタスキパルシェン、まあミミッキなんですけど、いや崩せないな、トリックルーム絡めないと崩せないけど、うわどうしようかな、初手ミミッキドラパ呼ぶんだったら初手ミミッキ合わせるのありだけど、トリル張ったところでミミッキのバキの皮とかパルのタスキとかでなんやかんやターン稼がれるんだよな。まあでもトリル張らないとドラパに対してなすすべがないっていう欠陥じゃねこれ。カビは割と通りいいんで、トリルミミエプラスカビゴンの選出はほぼ確でいいんだけど、いやドラパから入るか、相手のドラパルトが弱点保険なのは分かってるんですけど、大魔切って弱を発動させてくる方なの、まあ、ドラパドラパミラーでこっちのドラパ捨てつつ相手のドラパをドラゴンアローで切って、死に出しミミッキのトリックルームからまあ大魔カビゴンで詰めていくみたいな動きをしていきたい、よろしくお願いいたします。これ勝てば100位ぐらいまで順位上がるっしょ、運が良かったら、まあ、今日中に2桁乗れるかもしれないですね。ホルード、え、ホルード来んの、ホル、ホルード刺さってる、ワイロパーティー、ホルード来んの、絶対一番最初にホルードとサザンダラは選出から切ったんだけど、来ないだろうと思ったんだけどな。いやでもこれドラパー大魔切ってくるんかな、これ、あ大魔切ってますねこれ、マジかー、マジかー、ドラパーこれ多分落とされるな、ダイジェットから入ってきてくんないかなドラパに大魔切りたくないんですよ、ドラパに大魔切るよりはトリル張ってカビに大魔切るのが、まあ動きとしては一番強いから、ダイジェットから打ってきてくんないかな、ダイジェットだったら一発耐えるし、ドラパースカーフなんで、まあホルードにダイジェット積まれたところでみたいなのあるんだけど、ダイアースだとまあ多分耐えないっすね、このドラパーはエースぶっぱなんで、いやー耐えないかな、なんかバグで耐えない、バグで耐えない、バグで耐えない、まずい、これはまずいですね。いや、裏ね、パルとミミラと思うんですよね。初手ダイマックスでこっちのポケモン持ってって、裏、ピリマムじゃねえ。パルミミの対マン性能で詰めてくる選出をしてる。まあ、ワンチャンエースマンが選出に絡んでる可能性はあるけど。まあ、トリルかな、ここは。カビで詰めてくんで、トリル張って、まあ、相手のダイマターンをミミッキの化けの皮込みで枯らして、まあ、カビで頑張れるかどうかだな。いけるかな、ちょ、ホルードは予想外だったな、普通にドラパから来るとは思ってたんでなんでホルードから入ってきたんだろう。でトリックルーム張ります、相手ダイジェット打ってきてくれたんで、これはミミッキの方がトリルカだと確実に先制できる、呪い打つかジャレ打つかだけど、いやジャレにしとくか、呪いよりジャレの方がホルードに対してはダメ取れるんで、まあ、ジャレ打って、あー考えてる、これダイオール打つかどうか多分考えてますね。いやこのホルード技構成がパクってるんだったら剣舞、ワイルドボル、いやーだよな、剣舞ワイルドボルト飛び跳ねる自信の技構成なんだけどここのダイオールでトリルターン稼いでくるみたいな動き、これ倒せない、これ玉意地っぱりだし、意地玉ミミックでこの HP のホルード飛ばせないか、ホルード言うてそんな耐久ないから、うわウドハンだったらな、環境操作型バンビー型ウッドハンマーミミッキだったらこれホルードぶっ飛ばせたんだけど、じゃれつくにしてるんですよね。落とせないこれ。落としたらでかい。ああ、耐えられた。まあ、うわ、しかも、それエッチだな。それエッチじゃない。トリルターン稼ぐ飛び跳ねるやめてね。やばいって、トリルも枯らされたんだけど。まあ。かわさないかな、飛び跳ねる。外れる技なんで、当たる。まあ、当たるのはいい。これ耐えるし、麻痺なかったら OK。まあ、ふざけんなよ。ちょ、ふざけんなっつうのは、相手じゃなくて、まひった僕のミミッキに対して言ってるんで。うわぁ、うんちゲーム始まったな、これ。トリルがここで切れる。ジャレはちょっと外すとめんどくさいんで、これは絶対ここでホルードを処理しないと、まあ、多分勝てないんで。ここが呪いですね。これ絶対 OK よ、ここ。
あ、オッケー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 。いや、オッケーではない。全然オッケーではないけどね。トリルの一匹に、トリルターン枯らされた上に、まあ、2体持ってかれてるからだな、ポケモン。大魔カビで相手のポケモン2匹持ってけるかどうかだけど、わ、どの並びが来ても割ときついんだけど。エースバーンが入ってても、膝とかでカビ削られるし、だるいし、パルボン、まあ、助けだったら、カビにそれなりのダメージ与えてきてめんどくさいし、このパーティーのミミッキュって多分ね、ドンチ持ってるんですよ。ドレインパンチ。だからカビに対して打点があってめんどくさいから、まあ、サザンが一番優しいね。サザンドラなんか間違えて戦室に組み込んでないかな。カビー。はい。いやー、まあミミッキュっているよなー。んー、剣舞から入ってくるか。いや、多分剣舞から入ってくるんで、これ大魔ターン温存するか。大魔した方がいいんかな。大魔して大シール。いや、多分剣舞から入ってくるから、なあ、いや、オッケーかどうかわかんない。まだわかんないけど、大魔ターン温存ですね。これ多分、皮残ってる。てかまあ、耳に大魔ターン2ターンと、相手のラス1がパルだった場合、タスキで、まあ、だから大魔ターン枯らされるんですよね。ここで使ったら。どうしても、勝負を決めるためには4ターンかかるんだけど、まあ、ここでダイマックス温存すれば、ゲームエンドまでダイマックスした状態でカビゴン持っていけるから、ここはま、さすがにダイマ切る。ドンチが怖いから。剣舞、ミミッキのドンチ。ドンチ、ドンチ、ドンドンドン、ドンチ、ドンチ。で、どんくらい入るかな？半分、3分の1ぐらいで止まってほしいけど、命の弾とかだと、まあ、結構きついんかな。あ、まだよな。ジャレだったらよかったけど。うわ、痛え。痛え、たった、命の弾だと思うんで、大シルでミミッキュぶっ飛ばして B を1段階上げる。まあ、言うていけそうだけどな。相手のラス位置が何だったとしても。エースバーンもダイアースで飛ばせる。まあ、ドラップはちょっとわからんけど、型次第だけど。サザンも、まあ、ダイアタックでぶっ飛ばせる。パルも、ここで B を1段階上げとけば、対バンで負けることないと、あ、パル、オッケー。多分勝てると思う。大シルからですね、これ。どうせタスキだし、まあ、タスキじゃなかったとしても、第3打じゃパル落とせないから、まあ、大シルって、あ、カラエブですかね、これ。オッケー。大シルって次の攻撃に備えれるだけの待機を確保して最後第3打で詰めます。どうせタスキなんで相手のパルシェンで。カビ熱い脂肪だから、まあ、パルのつららは耐える。ロックブラストも不一致だし、大魔ターン温存しててよかったですね。ミミッキュに最初から大魔切らなくてよかった。切ってたら負けてた可能性あるよな。大魔ターンここで大マックス溶け取ったし、いや、負けてた可能性はないか。でも、どっちにしろ勝ってたか。大シルでこんだけ待機上げとけば。で、相手は多分、まあ、ロクブラかツララで急所当てるしか勝ち筋ないんだけど、ロックブラストを選択していきました。効かないね。ゴムだから。ぽよよよよよよよクソうざいやん。急所。まあ、急所でもこのダメージで。今5発当たるけど、しっかり耐えて、まあ、相手のパルシェンが粉とか変な相手を持ってなかったら、あのこれ勝てたのでかいっすね。結構順位上がると思うんだけどな。2桁までとりあえず行きたいな。うん、シーズン2、1回も2桁順位触ってないからな。合計で250戦ぐらいやったのに。対戦ありがとうございました。かな。で、デビルさんよろしくお願いします。40位いいね。加藤、これも勝ったらだいぶ上がるから。なんだこのパーティー。ちょっと待って、何これ。普通に見るとドリガーステロマイって、何これ。ドリガーステロマイってギャラとかトレキスのダイジェットで抜いてくるみたいなパーティーに見えるけど、全然わからんこれ。あー、どれ読むんだったらルカリオとかから入りたいけど、そもそもドリューズがでもステロ型なのかどうかすら分からん。砂垣の可能性だってあるしな。ドラパーから入りますか。スカーフ持ってて、まあ、広い範囲で打ち合えるね。ドラパー、まあ、あとトリルミミプラスカビでいいと思うんだけど、ドータくんが出てくるか分かんないけど、ドータくんさえいなかったら
まあ、多分カビ通せるんで、私らがね多分出てこないですね、カットロトムいるパーティーには。私らがからカットロトムに対してやることなくて、カットロトムが一方的に私らがボコれるから、まあ、出てきたらちょっとまずいですね。切ったんで耳、多分ドラパ耳カビだと私らが一匹にぐちゃぐちゃされる可能性あるから、ここしばらくこのパーティーしか使ってないけど大丈夫かな。で今日めっちゃ動画撮ってるんですよね。なんだっけな、多分今日だけでポケモン40戦ぐらい対戦してるんだけど、一生動画撮り続けてるから、しばらくこのパーティーになってるかもしれん。どれぐらいこのパーティーの動画撮ってるか分からんけど、よろしくお願いいたします。待って、これ何してくんのこいつ。え、こいつ何してくんの。ドータくん、でもトリルとかでもなさそうだしな。なんかパーティー的にトリル貼ったところで恩恵なさそうだから。何してくんの。でもドータくんってトリルのイメージがめっちゃ強いんですよね。ここはとりあえずゴーストダイブで削って、うわ、なんか変な技持ってる。え、何これ、変な技持ってるんだけど。知らない技持ってるんだけど。スピードスワップ。これ多分ダイブは耐えられると思うんだけど。あー、カシブか。半減目ね。これはさすが、多分なくても耐えられてると思うけど、タクンの体型だったら。はいはい。スピードスワップはお互いの素早さを、まあ、入れ替える技で、まあ、ドラバの最強のスピードがタクンに奪われましたね。あ、タクンはあとあれか。なんか、瞑想とか鉄壁で詰ませに来る方もあるけど、なんか動き的にそういう方じゃなさそうだから、スピードスワップ持ってるし、とりあえずここはダイブで突っ込みます。いやー、でも次のダイブも、うわー、そういう感じね。あれか、素早さ関係逆転させて、ステロマいて、爆発とかで、あれか、退場する、あれか、起点作成型ですね、完全に。タスキドリとかとやってること自体は一緒だけど、型の読まれなさとか、あと多分、ドータ君独特の性能、スピードスワップ連打してくる。技構成わかんない。スピードスワップ捨てろ。うわー、倒せてたら、めちゃくちゃでかかったけど。いや、ドラパー、取っとくか。爆発か徹底抗戦だと思うんだよな。な、動き的に。ドラッパーステロダメ一回もらっても、まだダイマする選択肢取れるんで、ミミッキーに下げて、化けの側なくなるんだけど、ミミッキーの。ワンチャン、なんだっけ、ドータ君の行動次第では化けの側残る可能性あるし、切れてたとしても、ミミッキーの化けの側がなくて辛いのって、多分、ギャラドスとキッスぐらいだけど、ギャラキッスに対してはカビがめっちゃ強く出れるから、まあ、最悪化けの皮失ってもいいや、みたいな、投げ。あ、鉄鋼ね。あー、やばいやばいやばい、ちょ、待って、やばい。これ普通にやばくね、これ。鉄鋼でいい感じに、卓に自主退場された上に、銅卓の仕事の量が尋常じゃないんだけど。耳の化けの皮も剥がされて、ステロも巻かれて、やばいな、これ。まあ、でも、ギャラキスのダイジェットの起点にされたところで、多分、まだ、ガダス、あれか、これ、あくびダースか。多分、あくびですね。ステロを巻いて出てきてるブイズだから。まあ、一旦、じゃれつくで様子見するんだけど。あーだよなー。ってことは、ラスト、キッスかギャラっぽいけど、動き的には。ここまで起点作ってくるってことは、じゃれ。残飯とかですかね。食べ残しってことは。あー、ちょっとよ。耳眠らせたら、起点にされて終わるから、ここは下げないとダメですね。一回下げて、ダースの技構成が多分電気技、あくび、残り2個なんだろう、守るとかあんのかな、身代わりとかバトンも考えられるけど、一回引っ込めて、変なポケモン使ってるな。なんかシーズン1も確かに当たって、あ、この人ね、生放送やってる人なんで名前はわかるんだけど、当たって、なんだっけな、なんかペロリウムにボコボコもされたんだよな、確か。変なペロリームに。その時は変な型のペロリームだったけど、まあ、今は割とメジャーなやつですね。ドボンの実の、要塞型、要塞型ペロリーム。とりあえず、ここは守るケアで一回引きます。トンボあるんで、トンボ打ちたくなるんだけど、まあ、読まれて守るされると、ドラパ眠っちゃってめんどくさいんで、一回様子見で耳に下げて、まあ、相手のダースの行動を見て、まあ、試合展開考えようかなと思います。ミミッキュー。まあ、カビを見せてないから、カビでラスト絶対詰めれると思うんだけどな。あくび連打、守れないんかな。まあ、それともあれか。まあ、トンボ考えないんだったら、ドラパのトンボを考えないんだったら、まあ、あくび連打の方がいいから。
さっきも言ったみたいに眠らせたら起点にされるんで、絶対にポケモンは眠らせたくないんで、絶対に眠らせたい男 VS 絶対に眠らせられたくない男。ドラパ投げます。次はトンボ打ちますか。さっき守ってこなかったから、ステロがマジでいて、あっくび、はいはいはい、トンボで落とせないからな。サンダースとか言うてペライから、いやでもここまで回復されてたらさすがにきついか。ここはトンボでミミック着地、いやここ守ってきたらめっちゃうまいけどないやすべきするべきか、いやトンボでいいや。さっき守るもしやるんだったらさすがにさっきの対面でやってきてるし、あだよね、オッケーオッケーオッケー。さっきトンボ打たなかったから多分内前提の立ち回りしてきてるから。でミミッキ投げます。これあとミミッキが呪いがあるのがエロいですね。ステロダメが入って、まあ、多分アクビだと思うんだけど、これもうミミッキ切ります。多分いらないからアクビで呪いで自主退場することで、眠ったポケモンをフィールドに残さずに裏に繋ぐことができるから、いやーでもこれあれか、呪い打ったところで残飯のこの回復込みでいやこれ落とせたらでかいけどな。呪いって多分残飯、呪いのダメ処理より残飯の回復処理の方が先に入るから、まあ呪いで相手のダース多分飛ばせないんだよな。いやー考えてる。まあドラパーバックの可能性あるしな。ここもう一回ドラパーバックしてトンボで引っかき回してくる可能性あるから、いやでもラスト多分ギャラかキスだと思うから、さすがに動き方がエース通す動き方だから、まあ、多分カビを HP マックスで残しとけば勝てると思うんで、まあ、だよな。残飯入る、まあこれドラパから入るんですけど、カビから入ったらあくびされてめんどくさいことになるからドラパから入るけど、わこれ技何がいいんだ。ダース守るあるんかな。守るあった場合ドラゴンアロー打っちゃうとキスにボコボコンされるし、まあ、一番いいのトンボなんだよな。トンボ打って相手のラスイチとこっちのカビの対面、いやトンボ打つか。守るあったらちょっとうざいけど、まあそこはもうお祈りゲーミング部。あ、オッケーオッケー、トンボ通る。で、カビ VS 相手のラス1。私らがとか出てきて意味わからんことされたら負けるけど。タクン、サンダース、私らがみたいな、めちゃくちゃ受けの戦術はないと思ってる。カビ投げます。相手の、ギャラかキス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 。あ、キスは多分勝った。だと思うけどな、さすがに。弱王の可能性あるから一回ダイアタックから入って、いやでも弱王発動されてもいいんかな。いやでもダイアタックでいいか。弱王ケアで一回ダイアタックから入って、まあキスカビでキス最悪倒せなくてもドラパの圏内まで入れとけばいいし、ダイジェット2回までだったらスカーフドラパ抜けないから、ダイアタックで相手の素早さ下げつつ戦っていきたいですね。まあ、今のパーティー結構気に入ってるんですよね。まあ、結構気に入ってるっていうか、まあ、30戦、いやまあ30戦もやってないな、25戦ぐらいしかやってないけど、まあ、結構いい感じに色合いとかが結構綺麗で気に入ってるんですけど、キッス代増してくる。最近のでもトエキッスのトレンドって命の玉とかだから、何持ってんだ。弱砲キッスマジいないから、大シルから撃ってばかったかほらラムか玉しか見ないんで。で、神直機持ってるから、相手のキスがどんなパワー系アイテム持ってたとしても、まあ、ここで台場、お互い台場切ったんだったら打ち負けることはないと思ってるけど。ダイジェット、はいはい。OKOK、さすがの硬さ。いやー、これは勝ったと思うけどなー。相手順位高かったし、これで乗らないかな、2桁。全然効かない。てか命の玉でしたね、相手のキッス。まあ、次大シルでいっか。多分玉ダメ込みで落とせると思うんで。てか最近生放送全然やってなくて、2020年に入ってから1回も生放送やってないんですよね。まあ、なんかねめんどくさくてさ、なんか前も話したけど、なんかインターネットの活動にちょっとうんざりしつつあるというか、なんか慣れつつあるんですよね。こうやって動画投稿とか、まあ、動画投稿は微妙だな。ポケモンやること自体はおもろいけど、動画なんか今ある地位を失うのが怖いから、まあ、動画投稿してるみたいなところあってさ、ちょっと言い方、あれだけど、なんかどうしてもモチベ上がんなくて、生放送をやるトリガーが起動しないんですよね。で、ダイマ溶ける、
てかまあポケモン剣盾に入って生放送する人やっぱ減りましたね。なんでか知らんけど、多分配信画面が技構成とかが映るからだと思うけど、まあこれたまらめで相手のキス自殺するんで、まあこれはさすがに勝ちなんだけど、これで乗ってないかな。耐えていく。あ、9勝ね。9勝。はい、さようなら。対戦ありがとうございました。うー。